ちは、藤宇治です。毎週火曜日12時半からの30分、ランチタイムをもっと楽しく、午後に勢いがつくエナジー注入型のトークショーです。スポーツ、海外情報、ビジネスをテーマに毎週素敵なゲストをお迎えします。今週からゲストが2組入りますよ。前半は海外情報をテーマとした地球ドリンク世界のワクワク、今回は東ヨーロッパにあるモンテネグロをピックアップします。後半はビジネスクローズアップ、ユースキン製薬株式会社に長く愛されるブランドの開発エピソードをお聞きします。番組ではメッセージ、質問を大募集してます。番組公式ホームページ www.ff-kfm.jp www.ff-kfm.jp、 ファックス044-711-1400 044-711-1400。番組で紹介されたメッセージにはプレゼントも差し上げてますので、どしどしご応募ください。それではスタートしましょう。ファンファンチュースデーは第三設計連合、青木ホールディングス、ユースキン製薬、 KSP、 アース製薬、文明堂東京、大塚製薬の提供でお送りします。ワクワク、ゲストには中日モンテネグロ名誉領事館、奥喜恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。そしてスタジオドリンクにはリニューアル新発売したばかりのキリン世界のキッチンからソルティーライチをいただいてます。さあ、モンテネグロ、なかなかちょっとこうすぐに場所がイメージしづらいですよね。そうですね、なかなかまだ日本には馴染みのない国ですね。場所でいうと東ヨーロッパ、こうアドリア海、海を、そうですね、こう当たってイタリアがすぐですかね。そうですね、イタリアの靴の部分アドリア海ございますね、はい、それの東側はですね、バルカン半島。バルカン半島、はい、クロアチアの南側のちっちゃなモンテネグロ。でまたちょっと国が実は小さいですよね。そうですね、もう日本の福島県くらいの面積。福島県ぐらい面積です。え、人口ですとどのぐらいの方が。62万人ですね。じゃあ川崎の半分以下。そうですね、はい、ただし観光客は144万から150万人。あ、でもあれですよね、観光、まあ、国としてはまだ新しいですよね、歴史としては。そうですね、旧ユーゴからセルビア・モンテネグロに独立して、まあ、10年今年が。あ、じゃあ国としてはまだ10年。そうですね、になるんですね。はい、そうです。でこの2006年までは本当にその観光客というのが40万人弱ぐらいだったのが、一気に2007年から100万人を超えてきてるんですよね。そうですね、やはりその時は独立と同時にユーロを通貨を使うようになったんですね、はい、でまだ EU には加盟してないんですが、うんうんうん、まあ、将来的な部分を考えてもうユーロにしてます。やっぱりそれは大きいですか。大きいと思います。やはりヨーロッパはほとんどユーロですの で、うん、で観光客もヨーロッパから多いですので、非常に観光地としてはすごくいいと思います、うんうん、で今はヨーロッパの方が中心なんですよね、観光客が。そうですね、ヨーロッパ、ロシアが多いですね。でその中には本当に著名人もいらっしゃるということ で、ね、はい、シルベスター・スタローンとかデカプリオとか、そういう方、セレブというかハリウッドのスターたちがいらしてますね。でこうね、やっぱりヨーロッパだといろんなこう、まあ、見どころが多い中で、このいわゆるセレブの方々がこのモンテネグロを選ぶところっていうのはどんな理由があるんですか。そうですね、やはり手つかずの自然がたくさんあるということですね、うんうんうん、海もさることながら海水の透明度53メートルありますし。53メートル。はい、もう本当に海底まで見えるっていう感じですね。そこまでの透明度。はい、
やはり山が自然のまま残ってるということですね、うん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 、で山高い山に囲まれて2000メートル級ですので雪がたくさん降ります。この先ほどね福島県ぐらいの大きさということで、四季がある。そうですね、緯度は秋田県くらいで、あの春夏秋冬ほぼ日本と一緒です。そうしますと今ね日本はこう春ですが、モンテネグロ、はい、モンテネグロも春です。ちょうどじゃあ本当に季節が合ってるんですね。そうですね、ぴったし同じですので、あの例えば全然春から冬のところに行くと体のチェンジがなかなか大変ですけれども、モンテネグロの場合は例えば東京から行っても私たちが行っても全然スッと入れちゃうんですね。ああ、なるほどですね。じゃあ今ちょうどこの春時期ですと現地ではどんなアクティビティが楽しめるんですか？そうですね、やはりあのもう泳げますので、何しろ年間180日は泳げます。え、ちょっと待ってください365日の180日が泳げる。え、先ほどでも四季がある、え、あの春夏の期間がもう、そうです、もうあのアドリア海、やはり地中海の温暖な気候ですので、はい、とても暖かなんですね。泳げるっていうのは、はい、快適ですね。そうですね、若い方もそれことながら年配の方もあのビーチで日向ぼっこしながらゆったりと特にヨーロッパの方がその観光として多いという中では、どちらの国の方は？そうですね、フランスとか、はい、あのオーストラリアとか、あ、オーストリアですね、はい、もう本当にあのヨーロッパ圏の方はですね、じゃあまだ日本人はさすがにそんなに多くないんですかね？そうですね、まだまだ少ないんですけれども、オプションであのコトルに来たり。コトル、はい、はい、城壁の町、皆さんよくあのドブロクニクはご存知ですけれども、はい、あのコトルも城壁の町で、はい、あの中世のまましきれいに残っているあるんですね、場所が。あの有名なあの宮崎駿さんの映画の舞台も、はい、そうですね、あの城壁の町がずっとアドリア海出てますね、はい、あの紅の豚とか魔女の宅急便とか、はい、はい、出てます。あ、なんかもし行ったことない方はその映画のねワンシーンを、思い浮かべると、ね、なんとなく景色が、そうですね、広がるかもしれないですよね。あとは007のカジノロワイヤルですね、撮影地ですので。じゃあ映画の有名な、また撮影シーンでも使われて、そうですね、はい、うんですね、もう海岸線のすごいところを車を突っ走るのね、かっこいいですよ。でも高速道路はないですね。あ、じゃあもうある意味そういうストレスはなく、はい、はい、一般道で、でもスピードをものすごく皆さん出しますね。実際に私たちの観光客が現地に行って、レンタカーは難しいか。そうですね、あのレンタカーもありますけれども、やはり慣れない道、日本のようにきちんと整備、まあ、一応高速のなくても、はい、一般道もあの舗装はちゃんとされてますけれども、はい、やはりあのカーブが多いんですね。じゃあちょっとその辺をよく理解、そうですね、してないとですね。バイクで結構行かれる方も多いっていうね。そうですね、若い方はもう本当にツーリング多いですね。山の上まで素敵なところいっぱいありますので。モンテネグロとのいわゆるその旧市街の街並みと、あとは自然がやっぱり多い。そうですね、もう本当に手つかずっていうのぴったりですね。国立公園がとても有名ということで。そうですね、北の方にあのちょうどコソボとの、あ、コソボじゃないでごめんなさい、ボスニア・ヘルツゴビナですね、はい、そちらの近くにあのドルミトル国立公園ってあるんですね。そこはもう本当にもうあの太古の時代から残っている赤松とかカラマツとかが400年からのがすごく綺麗に整地されて山の上に残ってるんですね。またペリカンでしたか。あのスカダルコにはペリカンがいますし、ヨーロッパで唯一見れる。そうですね、あのなかなかペリカンのいる湖ってないですね。やっぱりそれだけね、自然がこう保護されてるというのも。そうですね、もともとはこのモンテネグロというのはいわゆる昔のその戦争の被害にあっ
てない。そうですね。なぜか戦争には巻き込まれなかった。うん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 、きっとこらえてたんでしょうか。どうなんでしょう。ちょっとわからないんですけれども、はい、遺跡がきれいに残っているのはまずそれが一つの要因ですよね。やっぱりそうするとその、まあ、まだ本当にその手つかずの自然であったりとか、あとは日本の方でもこういろいろヨーロッパとか回って、次いよいよどこにしようかなっていう方とかは、ちょっとモンテネグロっていうのはこれから注目スポットになりそうですよね。そうですね。やはり中高年の方山歩き好きですので、はい、そういう方にはぴったりの、もう本当に素晴らしいところたくさんあります。でもあれですね、飛行機だと、ま、日本からはどこで乗り換えが、そうですね、一番、まあ、早いのがターキッシュで行く、はい、まあ、イスタンブル経由ですね。イスタンブル、はい、でイスタンブールで1回トランジットしてポトゴリッツァ、はい、トランジットはじゃあ1回で、はい、1回、そうですね、大丈夫なんですね。はい、そうですね、まあ、いろんな若者はエアを乗り継いで楽しみながら、はい、2回3回と乗り継いでモンテネグロにたどり着くっていう人もいますね。ちょうどですね、いつ、リクエストじゃない、メッセージが来てまして、ラジオネーム、今ここにいるさん、はい、今ここにいるさん、はい、気になりますが、気になります、はい、モンテネグロまで行く一番、ちょうどその話してたところですね、安い経由、行き方は、はい、イスタンブル経由です。一番安い行き方でイスタンブル、そうですね、あと3回くらい乗り継ぐともっと安いんですけれども、時間が非常にかかりますね、はい、トランジットの時間、まあね、まあ、そういうのを楽しみに入れるのか、そうですね、まあね、こういったイスタンブールで乗り換えるのかっていう感じですね。そうですね、はい、でさっき少しお話聞いて驚いたのが、今このモンテネグロでも日本の文化というものをよりこう PR していこうという動きがあるそうですね。そうですね、昨年も芸術文化祭をやりまして、はい、今年は独立10周年ということで、今年が10周年、うんうん、落語をやります。落語はい、でもちょっとぴったりきませんか。落語日本語ですね。もちろん日本語でしか喋りません。現地の人はどのように同時通訳で。あ、同時通訳、はいはい、でも落語はね、やっぱりこう日本独自のこの話の展開とかオチがあるので、どうですか現地での反応は。笑いのツボはやはり世界共通らしいですね。そうなんです。どなたが今行ってらっしゃるんですか。これから私たち5月31日から6月6日まで行きますけれども、はい、その時の6月5日にコトルの、あ、ごめんなさい、ポトゴリッツァの国立劇場で、はい、三遊亭楽丸師匠が、三遊亭楽丸師匠がモンテネグロに行き、はい、あの衣装で、はい、座布団に座って、はい、落語をやります。はい、いや気になります。どういうね、なんかやっぱりこう皆さんの反応がね、はい、気になりますよね。でもすごく笑いのツボ、どこに行っても一緒っていう師匠も各地で各国でやってますので、おっしゃってますね。でもやっぱり10周年ということでね、そういういろんなイベントが今後増えていくかもしれないですね。そうですね、やはりこれから私たちもどんどんいろんな方に来ていただきたいなと思います。はい、で今日いろいろお話を伺いしたんですが、よりこのモンテネグロを象徴することわざがあるそうですね。そうですね、とてもやはりスローライフというか、はい、モンテネグロってぴったり当てはまる、まあ、ことわざ、はいはい、人は疲れて生まれ休むために生きる。疲れた時に、人は疲れて生まれ、疲れて生まれ、はい、休むために生きる、休むために生きる、はい、これはもう本当にもうゆったりとした時間を過ごしたい、で家族と一緒にそんなにたくさん稼がなくてもいいんじゃないの、家族と楽しく過ごせればっていうような意味もありますね。そういうことわざが生まれた国だからこそ本当にリラックスできそうですよね。そうですね、本当に長期滞在の方が非常に多いですね。まあ、今日は本当に一部のご紹介になったんですが、まあ、実際によりそのモンテネグロの旅情報が
知りたいという方は、またこの中日モンテネグロの領事館のホームページ、はい、こちらで見れるんですよね、はい、そうですね、それでご連絡いただければ、はい、いろんな資料等もございますので、ぜひ皆さんからのお問い合わせお待ちしております。はい、ありがとうございました。それでは前半ゲストは中日モンテネグロ名誉領事館奥恵子さんをお迎えしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。では後半に行く前に一曲お送りしましょう。あやかでハブファン。さあ後半ビジネスクローズアップはユースキン製薬の後藤彩乃さん、永井恵美子さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあユースキン、もう本当にこのオレンジのですねカラーが印象的な商品ですが、歴史としては長いんですよね、後藤さん。そうですね、来年で発売して60周年になります。60周年、はい、というと昭和、誕生したのが32年ですね。32年、はい、で当時そのユースキンの会社というのは、はい、ちょっと成り立ちみたいなのを教えていただいていいですか。はい、まず会長が一人で川崎の今ある本社の本当に2軒先ぐらいなんですけど、そこで薬局をやっていまして、はい、そうですよね、はい、ユースキンはもう本当にスタートから川崎なんですよね、はい、でそこでお一人でまずお薬屋さんを、そうですね、薬局を営んでいて、はい、でその2年後にユースキン A が誕生しています。でこの商品も私たちにとってはね、本当にこの馴染みのある商品ですが、実は開発に至る時にある女性客がきっかけになったそうですね、はい、その会長がちょうどお店番をして店に立っていた時に、はい、手荒れに悩んでる一人の女性がいらっしゃって、はいはい、でまあ、手荒れに効くハンドクリームはないかということ で、はい、でその時はもう販売している別のハンドクリームで、ちょっと石油でできたような、はい、ちょっとベタベタしたようなハンドクリームだったんですけど、はい、それを差し出したところ、はい、ちょっとがっかりして、ちょっとこれだとベタつくのよねっていうことで、はい、がっかりして帰って行かれたそうなんですよ。これ永井さん、その当時、はい、ハンドクリームっていうのは、はい、まあ、その当時は当然いろいろある中で どういうやっぱりこの質感というんですかね。そうですね、はい、やはり油がベースなので、はい、どうしてもベタベタするというところで、そのご婦人の方もやはりそのベタベタして何か他のもの触ったらそれがくっついてしまうだとか、そういうことが嫌だったみたいなんですね、はい、で他のそのベタベタしないものというのを望んでたんですが、それしか今なくって、うんうん、会長の時はなくって、それでなんかこう変えられる姿を会長はすごくなんかこう残念そうに思われたということを聞いてます。でそのお一人の、まあ、ある出来事から開発に入ったということですか。そうですね、それがきっかけです。で実際にそのユースキン A が生まれて、はい、でもこうスタートした時っていうのは、じゃあトントンと順調に製品が売れたかというとそうではなかったようですね。やっぱりユースキン A の特徴として、まあ、ちょっと独特なスッとする匂いと、はい、あとクリームの色が黄色なんですけど、うんうんうん、やっぱりそれが当時は本当にハンドクリームといえば白くて匂いがしないっていうのが当たり前だったので、今もなかなか当時色がついてるのはなかった。そうですね、今でも少しハンドクリームというと白いものなので、そうですね、白っていうのは珍しいというか、少しえという方がやはり多くいらっしゃいますね、でも会長はどういうお気持ちだったんですかね。だってまだ世の中にね出てないものですもんね、はい、そういった既成概念のものと。そうですね、その黄色がビタミン B2 というものの色なんですけれども、はい、それがまあ、ビタミンですので、それが肌に良いんじゃないかというところで、そのビタミン B2 を入れてハンドクリームを作って、うんうんうん、それが黄色くなったというところですね、はい、で実際にちょっとこう今までにない商品が出て、最初はやっぱり反応が難しいですよね、はい、でそこからこう売れるようになったきっかけっていうのは。そうですね、やっぱり最初はなかなかこういう珍しいので、うんうん、ちょっと置いてもらえなかったりっていうのもあったんですけど、はい、まずはサンプルを置いてもらって、まず使ってもらってくださいっていうのをお願いして、はい、そうするとだんだん使った人が効果を実感してくださって、はい、で黄色いハンドクリームちょうだいっていうふうにまた買いに来ていらしくださったっていうのもあります、ね、あ、じゃあその当時は本当に会長がそうですね、回ってサンプルを置かせてくださいっていうところからスタートしてるんですね、
でも今は本当にその工場でもう大量生産できる時代にはなってますが、当時はいろいろまたご苦労されたようですね。話によると当時はもう大きい夜間を肩に担いで社員総出で瓶に入れていたっていうのを聞いたことがあります。夜間の中にそのクリームの成分を入れて、はい、でこう一つ一つの容器に、はい、なんかこう気が遠くなるようなでもね、そういったところから商品がスタートしてるっていうことですよね。で今後藤さんがやってらっしゃる、まあ、永井さんもそうですが、この商品開発っていうところをやってるとやっぱりこう消費者のいろんなこう意見が集中してきますよね、はい、やっぱりびっくりされることとかないですか。例えばなんかこう最近公表されてないけども自分たちなりに新しい使い方をして、ああそこからこう広がっていくような。そうですね、もともとニュースキン A というのはハンドクリームなんですけれども、まあ、お客様の方でお顔にも使っている方がいらっしゃって、はいはい、でお顔に使うことでそのお顔 その透明度がアップしたですとか、うんうんうん、そういった声はお聞きしますね。もう会社の方からね、はい、こう PR しなくても消費者がどんどん自分たちがいいと思うと、はい、それを記事にして ねどんどん拡散していくっていう時代ですもんね。こういったまあユースキン A の今日ちょっと魅力をお伺いしたんですが、ラジオと連動企画で新しい企画が後藤さん始まるんですよね。はい、頑張る手にありがとうということでコーナー名が頑張る手にありがとう、はい、でどんな内容なんですか。ですね、まあ、手にまつわる、まあ、ありがとうっていうようなエピソードを皆さんから募集したいと思ってまして、はい、例えばいつもご飯を作ってくれるお母さんの手にありがとうとか、はい、お子さんの手を握った時にこうありがとうって思うこととか、うんうんうん、いろんなありがとうがあると思うんですけど、はい、まあ、自分の手に対してもそうだと思うんですが、そういったありがとうをラジオで紹介できたらなと思っています。となかなかこう普段言えないこう方にこうラジオを通じて自分の大切な気持ちを伝えようというコーナーですね、はいはい、早速このサイトが夕方から、ね、今日の夕方から公開になるということですので、はい、詳細はユースキン製薬のホームページを、はい、ご覧ください、それでは後半はユースキン製薬の後藤彩乃さん、永井恵美子さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日も元気いっぱい素敵な午後になりますように。お相手は藤藤でした。ファンファンチュースデーは第三設計連合、青木ホールディングス、ユースキン製薬、 KSP、 アース製薬、文明堂東京、大塚製薬の提供でお送りしました。また来週、バイバイ。